クロサーキット何秒ぐらいですか。わかんない、さっき出したことないもん、これで。これ、ラリープロジェクトって私のラリーチーム。さあ、今回のカーマニアはこちらです。はい、私、竹岡圭でございます。宣伝に来たのかい。そうです。そうですよ。ね、はい。いや、でもなんかあれですよな、頑張りましたよね。いや、そうなんですよ。はい、頑張ったの、うん、そうなんです。うん、今年ね、これ、K ラリープロジェクトっていう私のラリーチームなんですけど、うんうん、こちらの三菱トライトンを、ベースにラリーカーにしまして、名前は、モモトンっていう名前がついてる。モモトン。ピンクだからね、モモトン。でもね、うん、このね、デザイン、抜群にかっこいい。うん、よかった。いや、本当に。本当？日本で一番かっこいいね、トライトンだと思う。嬉しい。だって、ちょっと後ろのちょっと見てください。ほら、この辺の、ほら、このピンクのカムフラージュ。うん、そしてずっと前だけは今度あれになってきて、ね、うん、センスいいわ。そしてね、実はトライトンって、はい、ここのところにボディカバーと同じ色にしてるじゃないですか、うん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 、それをあえてしなくて黒にね、うん、やってるってところにもここでやった方、ね、やった方、デザイナーさん素晴らしい。このクラスって何台ぐらいいるの。これがね、どんどん今増えてんですよ。もともとのトライトンからどういう風に変えてるんですか。改造、うん、エンジンとかはノーマル。改造範囲は、足回りと、うん、あとはこのロールバーとか入れてある感じ、うんうん、それぐらいです。 XC2 クラスっていうのはその辺あんまりいじれないので、ラリー用の安全装備がいろいろついてますけど、ロールケージはね、がっつり入ってますが、まあ、そうだよね、競技だからね、はい、そうなんですよ。後ろもそうですね、こんな感じでね。だけど、まあ、まあ見ていただくと分かるようにドノーマルでしょ、その辺ノーマルね、うん、そうなんですよ、意外とドノーマルなんです。なんかでもちょっとね、うん、ダブルキャブの車がだから確かにね、 もったいない感じあ、ハイブリッドではないの。違います、ディーゼルです。はい、そうなんです。そうなんだ。で、今度ラリー北海道っていうのに9月の頭出るんですけど、走ってるコースはね、アークラリーカムもそうなんですけど、全日本ラリー選手権と同じコースなので、フラットダートをすごい距離でダーッと走る感じのラリーなんです、うん、XCR スプリントカップっていうんですが、でラリホからはさらにね、うん、また出てくるんですって。8台から増える。増える。で、ドリフトで有名なマッドマイクさんとか、 あとの川端さんも出てきます。こんなでかいので、川端雅人さんも出てきます。書いてあるのは、うん、そのオフロードも走れるような、うん、サスペンションと、うん、バネでしょ、うん、あとホイールとタイヤね、タイヤはオープンカントリーの RT ついてるんですけど、これね、このオープンカントリーの場合は RT と AT は使えるんですけど、うん、MT っていう一番マッドなやつは使えないんですよ、ルールで。なんでレギュレーションで使えないの。多分全日本のコースがぐちゃぐちゃになっちゃうからだと思う。あ、そういうことか。はい、なので、このタイヤが今つけられています。だから、こんなでかい車で8台もいるんだね、参加車で。次なんて12台ぐらいいますよ。あ、最近また流行ってるっていうか。あ、そうそう、今 SUV が多いじゃないですか、だからこういうのがね、特にピックアップで出るっていうのはなんかちょっとアメリカっぽいよね。あ、そうね、だから後ろもあれですよ、こんなでかいタイヤと、このでかいジャッキ見てくださいよ。こんなでかいジャッキ積んでるレーシングカーないよね、みたいな。このつくばサーキット何秒ぐらいで走る。わかんない、サーキット走ったことないもん、これで。だからこれから普段グラベルですよ、だって土屋さんに運転してもらうの。そうです、そうです。いやいやいや、やる気満々じゃん。いやいやいや、今日私はこれはやる気満々だね。雰囲気作りいいじゃん、なんかピグモンみたいな。いやいや、ピグモンかよはい、でもこれ土屋さんにちょっと乗ってもらおうかね。後で何も言わないよ。いや、陰で言うからねじゃあお願いしますよ。はい、トラックでしょ。あ、トラックだ。これはトラックだ。トラックなんですよ。これはトラックだ。トラックなんですよ。足の変えてんだ。足変えてます。ただグラベル用なんで、うん、サーキットとはちょっと違いますね。なるほどね。はいはいはい。エンジン給排気系は全部ノーマルです。あ、そうなんだ。はい。いじっちゃいけないんだ。ある程度まではできるのかな。なんかクラスがね、ローレルの一個上のクラスになっちゃったりするんで。あ、そう。はい。あ、いや、めんどくさいじゃん。無改造クラスみたいのはもう一個上のクラスですね。へえ。というか、お金がどんどんかかるじゃないですか。金はかかるね。ああ、なるほどね。トラックでしょ。あ、トラックだ。本当にトラックだ、これは。
トラックだぜ。あとブレーキも変わってます、そういえば。ポンポット。はい。どうかね、コンピューターもノーマルなんだ。そうです、今のところ。いじっちゃいけないの？いや、もう、いやなんかね、サブコンピューターは、ハイラックスよりいいんだ乗り心地が。でもまあこれは足変わっちゃってるからあれですけど、ああ操縦性も多分ハイラックスよりいい気がするんですけどね。あそう、結構小回り効くでしょ。うん、デリちゃんが言ったじゃん、ね、ハイラックスよりいい。そうなんですよ、こっちの方が高級車っぽいですね、ハイラックスより。あ、そうなんだ。はい、高級車っぽい、うん、まあ、これはね、いろいろ外しちゃってるからあれですけど、ね、ああでもこのなんていうの、フロントのインパネ周りとかちょっと高級感あるでしょ。あーなるほどね。トラック楽しいでしょ。うん、トラック楽しい。いいでしょ。いや面白い面白い。おへ、ね、どうでした改めて。いやまあトラックなんかさ乗る機会がないじゃないさ、きっとで。あ、そうかそうか、これはこれで面白いよ。なんかね、すごいいい感じ、いい感じ、でしたね。うん、ひっくり返るっていう感じがない。あ、ないですよね。全然ない。足回りか変えてる。足回りは変えてます。安定してる。はい、まあそんな感じでね。はい。はい、まあこれからもね、うん、レースに出る。はい。次ラリー北海道なんで、はい、はい、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、桃とも喜んでると思います。中古車買取ホット。車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら。最短5分中古車買取本舗で検索。車のことならアヘ。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘ。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部も、ね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。